前は近畿中部勢1番中釜正攻法でしたが、後ろ攻めから3番久木勝人の上昇で113騎2人並んできました。久木が中釜を切って5番佐藤和信踏んでいって先頭に立ちそうです。1番中釜はこれで6番手になりそう。先頭は5番佐藤和信、一旦切っての主導権、残り1周半で中段は四国勢3番久木、6番手1番中釜の順番。久木が中段早めの発進を取ろうとしているが、佐藤和信も合わせる動きを見せる。久木と佐藤和信の主導権争いになりまして最終周回、久木を出さない5番の佐藤和信の逃げ、そして1番中釜と島さん、いかにもまくりごろ、佐藤和信の先行を短期で捉えそうだ。吉田健一が遅れ加減、200を通過して一撃決まった。1番中釜と島さん、2番手は佐藤和信の後ろ、2番伏見と俊明、福島両者、7番高橋雄介追ってきましたが、先頭は1番中釜と島さん、完勝降臨。2着は変わったか、2番伏見と俊明。